3号艇川野芽衣選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、準優勝戦は指しての勝利となりましたが、はい、振り返っていかがでしょうか。なんか感触は節感として一番いい感じだったと思います。あ、それはもうターンした、なんかターン周りが結構しっかりしてたかなと思いますね。でもちょっとなんか行き足の感じがあまり良くなかったので、明日はそこを修正したいかなと思います。はい、まあ、明日では行き足あたりということで、もうプロペラの、そうですね、はい、プロペラ中心でやっていきます。はい、さあ、明日は3号艇で戦う優勝戦となりましたが、はい、まあ、コースからどのような戦いぶりイメージしていきたいですか。そうですね、しっかり、まあ、展開も作りたいですし、展開がつけるように仕上げたいかなと思ってますけどね。はい、さあ、今節ここまでスタートに関して見え方はいかがでしょうか。スタートがあまり行ききれてないので、まあ、しっかり1マイルぐらいは行きたいかなと思ってます。はい、それでは最後にファンの方へ向けて意気込みを一言お願いします。見せれるレースできるように頑張ります。最後まで応援してください。